中国信託商業銀行は台湾の台北市に本社を置く商業銀行である。1966年に中華証券投資講師として設立され、1971年に中国信託投資講師へ称号を変更。1992年7月2日に中国信託商業銀行として一般の商業銀行へ昇格した。 2003年12月に一万通商業、銀行。2004年7月に、大鳥山信用合作者。2007年9月8日に、カレンク中小企業銀行をそれぞれ吸収合併した。2013年6月に、英語名称を、チャイナトラストコマーシャルバンクから、それまで略称として使用していた、CTBC バンクに変更した。台湾において144店舗の支店を展開し、 店舗外 ATM も統一長商工師が経営する台湾711を中心に設置、拡大させている。本社ビルの設計は日本の三井建設一級建築士事務所が手掛けた。日本では東京都千代田区赤坂見つに東京支店を設置している。2012年12月30日、同行が東京スター銀行の買収を検討中であると報じられ、 2013年10月31日正式に発表した。その後、2014年6月に正式に完全子会社化した。また、中華職業棒玉大連盟所属のプロ野球チームである中心兄弟を保有している。ありがとうございます。